エチオピアまんじゅうエチオピアまんじゅうは、高知県港南市にあった菓子店、近森大聖堂が製造を販売していたまんじゅう。1930年代のエチオピア戦争で、侵攻するイタリア軍に応戦するエチオピア軍の姿に感動した初代店主が命名した。皮の部分に小麦粉と黒砂糖を、あんにしあんを用いた一口サイズのまんじゅうであった。 2013年4月17日に3代目店主が死去したことに伴い、近森大聖堂は同年5月31日をもって閉店した。港南市周辺は昔から黒砂糖の産地であった。1919年に初代店主が地元の黒糖を使って高まんじゅうの製造・販売を始めた。当初の商品名は、 店の所在地からの一万獣と名付けられた。1935年から1936年にかけてイタリアがエチオピアを侵略した。その際にエチオピア軍兵士が武装と兵力に勝るイタリア軍に対し粗末な武器を持って勇敢に戦っているという新聞記事を読んで感動した初代店主が戦術の の一万獣をエチオピア万獣と解明した。つまり、製法も原料もエチオピアとは縁もゆかりもない。高知県の名家であったが、TBS 系で放送されていた、情報番組、花丸マーケットに出演した、カモンタツオが紹介したり、広末良子が好物と公言したことで、ことをきっかけとして、全国的に名前が知られるようになった。1996年、 同番組でエチオピア大使にエチオピア饅頭を食べてもらおうという企画が放送された。その名前を聞いた当時の中日エチオピア大使アーメット・マハディが実際に製造元に行って食べてみたいと要望したため同店は大使夫妻の訪問を受けることになった。命名の由来を聞いた大使は日本人がエチオピアを応援してくれたことは非常に嬉しいと述べ さらにその味を堪能した後、日本の一地方で作られているエチオピアの名前のついた歌詞が、両国友好の架け橋になってほしいとの文章を、色紙に書いて、店側に送り、同時に在日エチオピア大使館公認詞とした。この模様は、番組内で放送された。以前の包み紙には、エチオピア人を連想させる黒人のイラストが描かれて、いたが、人種問題を考慮してか、 あとに、万、ま、獣の写真をプリントしたものに変更されている。黒人差別の歴史を持つ、アメリカ人の中には、薄茶色の万獣を見て、人種差別的と受け取る者も,もいたが、上述の経緯が正しく伝わっていないことに留意する、必要がある。ありがとうございます。